よろしくお願いします。それをちゃんとやるとすごくきちんとした日本語に聞こえる、はい、今もっと良かったから、うん、はい、声を発揮して、はい、それで忍び書きなんだからなんか元気が良すぎる、はい、だから忍びこれためにかけ、はい、な泣くのなお、はい、忍び泣きじゃなくて、はい、その前はとっても良かったから、それとも私の忍び泣き、泣き、もっと泣いて。それで次の3小節目、4節目、本当に切ないメロディーです。これでうんとない。タタタタタタ。ここをうまく、ここで決まるのかな。はい。叱られてというニュアンス、はい、じゃあ2小節目、タパパン、もう一度4拍目に出してくる、タタタンポン、その4拍目のアクセントついてるのはちょっとこの曲の特徴でもあるから、バスのね、はい、消してくればそこにピアノがタラララってメロディーを切なく弾いてくれてるんだから、それを聴きながら、はい、手は絶対頑張る必要ない、本に読んどく思い込むね、本当に
3つになった一番はコーン着せるようなきゃいけないけど、ここは本当にいつになったらこの花見できるんだろうね。この花見を十分。なっていいと思う、今ちょっとそういう風にやろうとしてる感じがあったから とてもいいと思う。花が咲いたよ、カラタチの花が咲いた、それ白い花、それが嬉しいことですよ。カラタチの花が咲いた、あなたは白い花が咲いた、そこでがっかりしちゃうの。カラタチの花が咲いた、それは白い花なんだ、そこに感動と喜びがないと。だから咲いたよ、白い咲いたな、うかい、またさらっときた、はい、カラタチ、ちょっと気取ってると余分が、カラタチの花が咲いたよ、白い花が咲いたよ、その方がいいでしょ。青い なんかぶつりきちゃう、はい、青い針のとか一つの言葉が読めばつながってるんだけど、もちろん切ってもいいんだけど、おいあおい、次それをやっちゃうと次の歯が大変だから、そこで切っとこうって感じに聞こえちゃう。今日レッスンを受けられていかがでしたか？感想をお聞かせください。はい、日本歌曲という作品をこのように勉強させていただけることをまず非常に光栄に感じています。そしてさまざまな視点からいろいろな発展だとか向上のお言葉やお導きをいただきまして、非常に充実して自分の財産となるような今日のこの素晴らしい時間をもとに、さらに自分自身突き詰めて音楽人生をしっかりと歩んでいきたいなと改めて感じました。本当にありがとうございました。今日はこのような機会を頂戴いたしましてありがとうございました。先生にご指導いただいて、とても大切な日本歌曲の今の作の作品を勉強させていただいたことはとてもありがたくて、それもどこまで行ってもこれでいいというところがないところ、やっぱりずっと道を途中を歩いている感じがしていて、やっぱり日々精進をして少しでもいい表現になるようにというふうに改めて思いました。皆さんにスタッフの皆さんに大変よくしていただいて、気持ちよく勉強させていただいたこと、それから松原さんにご一緒させていただいたこと、とても嬉しく思っています。どうぞよろしくお願いします。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。日本語の言葉の奥深さを改めて意識しました。言葉を大切に、詩の世界を大切に、もう一度曲を勉強し直していこうと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それではゆかさんお願いします。はい、普段こう弾き慣れているような曲でも、もっともっとこの音の奥にある背景などをもう自分で引き出していかないといけないなと改めて感じました。また、塚田先生ならではのこの楽譜、この読解といいますか、いろいろな楽譜がある、いろいろな版があるという中で、今後どれを自分がこう選んで選択していくかということに関しても、とても勉強になりました。